新潟市西区で今日ランニング教室が開かれました。この教室は運動会のシーズンを前に毎年企画されていて、今日は新潟アルビレックスランニングクラブのスタッフが講師を務めました。講師は子どもたちに短距離を走る時の姿勢や腕の振り、足の上げ方などを伝えました。分かりやすくて走るのが好きになりました。前を向くことと、やっぱり足をしっかり動かすことを学んだので、運動会で活かしていきたいです。参加した子どもたちは教室を通じてランニングの楽しさも学んでいました。